これじゃね？そのサラサラヘアは、もしや神の兄貴の連れの人、サラサラヘアで覚えんなよ。うん、びっくりした。どうせ消えるんやろ。ほら。ほら。で、どこに行けばいいんやったっけ？デルカコスタ地方を抜けてデルカダール地方にある最後の砦へ向かおう。あ、なるほどね。デルカダール地方。ほう。こっちだな。待って。こっちだ。方向がちげえ。全くもってちげえ。あ、こうか。どうやって走るんやったっけなーってちょっと思ったんよ。ちょっと思ったんすよ。もうね、操作の仕方が毎回毎回ね。いろんなゲームを交互にしていきよったらより一層わからんくなるんよね。やばいわ。これこっちやろ？右やろ？アイナは縦札を読んだ。しかしこちらは裏側だった。いいけん、そういうの。デルカドール神殿、石の大滝。あ、そっか、石の村の近くか、こう。なるほどね。一番最初の幼馴染とかと一緒に住んどったとこやろ？こっちか。あ、そっか。なんやった？最後の砦は、その付近やったんやっけ？ヨッチ族もね、ちょっと見つけたらちゃんと話しかけていくけんね、私。話しかけれるようになったんやろ？光よるけん、よっちぞくかと思った。全然ちげえ。そんな簡単に見つからんか。くっそ。なんか話しかけれん段階の時はね、めちゃくちゃその辺歩き回りよったくせに。いざとなったら全然おらんのよね。どう？まだたどり着いてない？あ、ここじゃない？ん？違うんかな？なんかテントあるけど。中に人は、ん？いないな。ほら、一個一個のこういうモーションがね、遅いんよ。もうパッパって。パッパって割ってくれたらいいのに。連続で。あれ？いないな。ん？デルカコスタ地方へ。違うね。デルカダール地方。あ、おるよ、ヨッチ族。話しかけれる？待って、違う。違う、撃った。くそ。これ何？はぐれメタルじゃないんか。いや、はぐれじゃないな。メタルスライムじゃないんか、これ。あ、メタルスライムやん。しかも今日やって。まあ私、レベル99なんですけどね。もうね、経験値いっぱいもらえたところでなんやけどね。でもなんかテンション上がるよね。メタルスライム。ね、君、ヨッチ族だよね。ねえ、ヨッチ族ってどうやって声かけるん？ねえ。なんか攻撃した。声かけれるやつと声かけれんやつがおるってこと？そういうことじゃなくて？何か必要なんかな？何か。ヨッチ族。ねえ。何もどうもできん。ねえ、どうもできんよ、四つ族。つら。まあ、いっか。メインストーリー進めていく。どこ？最後の砦、あ、え？最後の砦で、こっちか。なんか、思っとったとこと違う感じのとこにあるな。どこを思っとったねんって感じやけど。ねえ、ヨッチ族どうやって声かけるん？あそこにもおるよ、ヨッチ族。ほら。くっそ。みんな消えやがる。あ、でも思ったよりいっぱいおるね、ヨッチ族。どうなん？どうやったら声かけれるん？ねえ、ヨッチ族。こっちは声かけようと思っとるのに全然やないか。つらーい。なんか超無視されとる感じ。この辺は最初の方に出てきたところかな。あ、まあ、そっか。こんなね、魔王に支配されてるようなこんな世界で、その辺の小屋に人がおるわけないか。そりゃそうだな。
おったらめちゃくちゃ危険よね。確実にもうすでにやられとるよね。死体があるっていうなら理解できるけど。どの辺？こっちか。どこ？こっち？違うな。え？ここじゃなくて。今なんか、花か。よっち族かと思った。よっち族ばっかり気にしすぎて。あ、ここ抜ければいいんやね。もう着くんじゃない？最後の砦。めちゃくねくねした細い道だな。この辺一番最初に来たあたり？石の滝のあたり？わからん。全然わからん。石の命もなかった。なんか最初の方そういうのいかんかったっけ？幼馴染と一緒に。てか幼馴染ずっと出てきてないよね。確実にあの子ヒロイン枠やなって思っとったんやけど。ビアンカ的な。あ、これじゃない？よし。おお、懐かしの名前忘れたけど。名前は忘れたけど懐かしの。あ、ついてこいって。はいはい、ついていきます。誰だったっけ、君。ちょ、ゆっくりついてくか。ね、あまりにも早くてもね。遅くね？ちょ、ワンコ遅くね？でも来るってこと分かっとったんかな？なんか待ち構えとったね。まあ、動物そういう感は働くっていうし。めっちゃ吠えながら迎え寄るけど大丈夫？魔物寄ってこん。ワンワンワン。結構奥の方まであるな。ここか、オッケー。なに？みんないた？うわ、すげえな。めちゃくちゃ要塞って感じ。おお、おった！ルキ！エマやったっけ？どこに行ってたの？あ、ルキね、なるほど。この子この子。あ、かわいい。お久しぶり。お、名前あっとった。あなたなのね。うんうん。私よ、幼なじみのエマよ。うん、覚えてるよ。相変わらずかわいいな。無事だったのね。いや、女キャラの中で私一番かわいいと思うよね。噂ばかり聞いて。でもこの子は戦闘はせんけんねん。一緒にはいけんのよね。他のみんなは？あの、なんか誰か忘れたけど。そうだね、ルキ。英雄って言われとんやろ。そんなに嬉しいのに、泣いていたらダメだよね。あの男。本当に、お帰りなさい。ただいま。他に出迎えてくれる人はいないのかい？私たちの村、随分変わってしまったでしょ？あ、これが、あなたが後ろに旅立ってすぐに、これ最後の砦が、ホメロスという名の将軍が元の石の村ってこと？そういうこと？やけん、石の村の命もなかったん。名前自体変わったけん。血の通わない冷たい目をしたホメロスは、私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。ホメロスっていうのはどれだったかしら。どれだったかしら。金髪のやつ。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれ、お城に閉じ込められたけれど、あの方っていうのが、あの挑発のやつかな。誰も私たちを傷つけなかったし。お城に閉じ込められた後よく逃げれたね。ごめんごめん。長旅で疲れているもんね。おしゃべりは後。まずは体を休めなきゃ。うんうん。それに、誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。あ、おばさん。さ、私についてきて。無事？誰も殺されてないってことかな。この建物は教会だったんだけど、中が崩れていて危険だから、砦の奥に教会を移動してもらったんだ。危ないから仕方がないとはいえ、朝のお祈りや鐘の音が聞こえないと、なんだか寂しい気持ちになるよね。はあ。なるほど、確かに。え、これ？これ？教会？その元の、こっち？違うね、ここ何もないね。ブツブツ、魔物が来ませんように。まあね、魔物。大丈夫よ、きっと。
誰が最初名付けたのかは知らねえが、俺たちはここを最後の砦と呼んでいる。この砦は命の胎児が地に落ちた時、帰る場所を失った人間たちが生きるために作った最後の希望なのさ。なんでみんなここに集まってきたんやろ。まあ、その強い人がおるけんってことかな。ブルブル、寒いなぁ。お。ははぁ。もう家ぐっちゃぐちゃやね。アユナ生きていたのね。あなたが帰ってくるなんて、まるで夢を見ているみたいだわ。胎児が地に落ちた日に夫を失い、真っ暗闇の中を命からがら村に帰ってみれば、家も畑も焼けてしまっていたわ。あれ何、ゴム手袋したの？あ、違うんか、してないんか。ピンクのゴム手袋したんかと思った。私の希望はもう、息子のマノロだけ。あなたにとっても会いたがっていたから、見かけたら声をかけてあげてね。名前は全然覚えてないけど、なんかあれよね、ちょっと、やんちゃな感じの男の子がおったよね。それのことかな。アユナって言われても、誰だ君はって感じやったけど今。大女が地に落ちた日に、デルカダール城から暗闇の雲と邪悪な魔物たちが湧き出し、我らは故郷デルカダール王国を追われた。当てのない暗闇に放り出され、絶望しかけていた我らを救ってくださったのが、最後の砦の英雄殿だったのだ。みんな名前を呼べよ。最後の砦が希望の地だというならば、砦を守ってくださる英雄殿はかがり火。我らの最後の希望なのだ。私もその希望の一人として見てもらえますかね。まあ、この事態を引き起こしたのは私かもしれないけれども、もう全員話し、びっくりした、あんなところに何が光り輝きよんかと思った。はぁ、みんな家が、え、ここは村長の家だった場所だ。瓦礫をちょっとどかせばちょっとしたお宝があるかもな。ぐへへ。うわぁ、やっぱそういうのね。なんかさ、こう、震災とかでもそうやけど、火事場泥棒みたいなね。なんかその、ボロボロになっとるけんどうせわからんやろ、みたいなんで。いろいろと盗んでいく人とかあるけど、うわーって感じ。あ、ここか、教会。で、これが金ね。なるほど。これ登れんのかな？こっからなんか、お、行けそうじゃない？鳴らせるんやないんかね。え、鳴らせんかな。結構高かった。思ったより高かった。え、金じゃなかった。やぐらか。私はさすらいの戦士。魔物どもに襲われ、もはやこれまでという時に、この砦に酔わす英雄殿に命を救われたのだ。ご恩を受ければ頼まれずとも倍返し。それがさすらいの戦士道というもの。この砦は命に変えてもお守りいたすぞ。あれかな、ネタバレにならんように、みんなあえて英雄殿って呼びよんかな。さっさと名前を言えよって感じだけど。まあ、でも私も名前忘れたんやけどね。全然覚えてないんやけどね。魔物が来ませんように。でもデルカダールからさ、兵士たちもいっぱい来てくれとんやったらめちゃくちゃ心強い感じよね。ね、私は一体どこに行けばいいんだったっけ？こっちか？こっちが奥か？あ、奥っぽいね。もうなんか、どこに行きたいんかが。ぐる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 回しすぎてわからんくなりよった。いろんな人と話しすぎて。そこの上には一体どうやって行けばいいんですかね？あ、これで登るんか。何？びっくりした、人がおった。話しかけたかったんやけど。いや、いいけどね。登った。英雄殿は逃げ遅れた人や、怪我をして動けない人たちを探すために、兵を引き連れて捜索に出ているのよ。あの方がいくらお強いからといっても、毎日あの世に戦われては、命がいくつあっても足りないわ。戦える人もしかして一人しかおらんってこと？絶対無理じゃね、それ。確実に、そこの体力がなくなったらもうおしまいやんね。この先にいらっしゃるテントの主は、命の大樹が地に落ちた日から、病で伏せってしまわれました。騒ぎ立ちしては お体に触りますので、どうか立ち入れをお控えください。誰なんやろ。おう、降りてしまった。まあ、いっか。あ、そこで。君だよ。そこのはしごを登ろうとしたら、手を滑らせて落っこっちまってたよ。俺って本当にドジなんだよな。そんなんで兵士が務まるんだろうか。大丈夫なのか。ただの間抜けだったわ。
どてかエマはどこに行ったんすか。まあね、ついて行ってないのは私なんだけど。休憩中。ブツブツ、もう終わりだ。やめてよそんな。砦の外は恐ろしいものでいっぱいだ。奴らに対抗できる強い武器が必要なら、俺の店で買い物していきなよ。おー、昇魂たくましいね。でもいいよ、大丈夫。ここは兵士たちが休めれるところってことかな。あれやね、まあ、そっか、砦って言うぐらいやもんね。そんなきっちりきっちりした家とかは無理か。ちょこっと寝るぐらいじゃないと。いやー、この子にはたまげたな。大人でも扱えない馬たちをみんな大人くさしちまいやがった。お父ちゃんが馬の世話を教えてくれたと言っていたから、お父ちゃんの教え方が良かったんだろうな。何？誰かいる？ああ、子供。うわあ、エナ帰ってきたのね。すごい、すごいわ。また会えて私嬉しいわ。私がデルカダールのお城にいるときに、大きな爆発があったんだけど、その時のことをあんまり覚えてないの。とっても怖くって、お父ちゃんがお馬さんの家に隠れてなさいって言って、それからお父ちゃんとは会ってないの。え？それはもう、お亡くなりになってしまったのでは。でもね、私がいい子にしてたら、お父ちゃんはきっと帰ってくると思うのよ。だからお馬さんの世話を頑張るんだ。偉いね。もうそれはお亡くなりになってるのではとか絶対言えんやん。目の前で。それなんかそういうセリフがあるってことはなんかそのうち復活しそうな感じもするし。フラグ。復活フラグ。それはいいフラグだからな。と、異常なーし。よき。異常がないのはいいことだ。てか、街の、てか、砦の外か。にはめちゃくちゃおった。めちゃくちゃ魔物がおるのになんでここ入ってこんのやろ。入ってこれるんじゃないん。砦の外で魔物の群れで戦った時に、信じられない光景を見たんだ。襲いかかってくる魔物の群れの後ろにな。人間の男が立っていたんだよ。それからずっと考えているんだ。俺たちが戦っている相手は、本当に魔物なのかってな。ああ、まあ、操られてる人間っていう感じ。私はここで怪我をした兵士さんたちのお世話をさせてもらっているの。毎日毎日違う患者さんが来るから、ベッドがあっても足らないのよ。まあ、4つじゃね。今度からどこで眠ってもらおうかしら。え、床とか言わんよね。絶対無理やん。え、こんなに可愛いメイドさんに看病してもらえるなら、怪我も悪くないな。なんちゃって、冗談冗談。もうこの人多分起こして大丈夫やと思うよ。追い出せ追い出せ。確実に元気元気。こっちに進んでたよね。あゆな帰ってきたのか。お前ってやつは本当に強い男だな。命の体重が落ちて大陸中が大混乱だ。そんな中でも無事に戻ってくるなんて、さすがは手おじいさんの孫だぜ。村のみんなはこの門の先にいるぞ。早いとこ元気な顔を見せてやって、みんなを勇気づけてやりな。手おじいさんって誰やっけ。あ、この村のおじいさん、そんなんもったんやっけ。もう実のおじいさんの方しかさ、もう頭にないんよね。あ、この人この人、おばしゃんもちゃん。ちゃっちゃか手を動かして。チャンバラは男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。衣服？いたいた。着るものを作りよんかな。大ニュース大ニュースよ。そんなにボロいものみんな着てない気がするけど。あら、エマちゃんじゃない。そんなに慌ててどうしたんだい。ヘルラ。もうここの名前は全く覚えてなかったね。エマしか覚えてなかったわ。驚かないでね、おばさま。ほら、あそこを見て。私です。まさか、あんたは。久々の再会。よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきり。でもここの村はこんなに破壊されとんやね。え、他の町もかな。そういえば見てないけど。あの爆発で、でも合流するまでの間にみんななんかいろいろ。次に朝が来なくなり、ね、仲間たちいろんな場所でなんか手分けしてしよるわけや。恐ろしい魔物が大陸中に溢れ返ったわ。普通に町あったことない。ここはそんなにボロボロになってしまったの。だんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ。
あの方が私らの前に現れた。ほら、みんなもったいぶりすぎないよ。早く名前を出してよ。私、名前忘れたんやけん。困った人顔は覚えたんやけどね。ね、名前忘れたんやけん。私らを魔物から守りながら、この村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。一人に頼りきり。まあ、一応、デルカダールの兵士たちも、多少は戦いよんかな。今じゃこの村は、最後の砦なんて呼ばれて、大陸中の人々が集まっているのさ。大陸中にしてはめちゃくちゃ少ないよね。やばいよね。それになんと、あのデルカダール王もいらしてるんだよ。お、王様まで。王様は無事やったんか。え、王様、うん、王様って。あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。王様はもうあれか、村を焼かれたことは忘れられないさ。でもね、人を恨んだって仕方ない。まあすぐにとは言わないけど、あんたは王様に会いに行くべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。おじいちゃんは亡くなっとんやっけ。デルカダール王のテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。行っといで。でもね、喧嘩はするんじゃないよ。王様と喧嘩言い方が。胎児が地に落ちる前は、お日様がポコポコ当たるベンチで恋人と一緒におしゃべりしてたのよ。今となってはあの日々のすべてが夢の中の出来事に思えるわ。もうこんな環境じゃねえ。え、その恋人は戦いに出とんかな。別に死んではない。私たちが何を塗っているかって、強いて言うなら希望ってやつかね。か、忘れてちょうだい。ちょっと臭すぎたわね。恥ずかしい。いやいや、全然大丈夫よ。ペリラさんは私たちがくじけそうな時、諦めるにはまだ早いと私たちを励ましてくれていたんだよ。ペリラさんは本当に勇気がある。あんたたち親子は本当にそっくりだよ。でももうね、本当の親とかも見たけんな。え、ここはもう全く関係ない人なんよね。川から流れてきた子供を拾ったんやっけ。桃太郎的な。もしやあなたはアイラ様。こんなところでお会いできるなんて信じられない幸運ですわ。私はデクの妻のミランダと申します。夫からあなたとそのお友達の話は耳にタコができるほど聞いておりますわ。デック、デック、デック、あれか、何だっけ、デック、あのちょっとなんかぽっちゃりしたおじさんよね。あれか、あの神の知り合い、もともと仲間やったかなんかって言ったやつかな。夫は居住区の西で道具屋を営んでおります。あなた方の身をずっと案じておりましたから、一度顔を見せてあげてくださいね。あ、夫婦揃ってここにやってきとんや。なるほど。ああ、お手伝い、もう飽きちゃった。こんなに暗くて寒いんじゃ、水遊びもできなくてつまんないわ。ああ、そっか、今、普通に夜なんかなって思いよったけど、そういうわけじゃないんか。一日中暗いんよね。命の胎児が地に落ちた日に、背中にひどい怪我をしちゃってね。もう前みたいには踊れないかもしれないの。でも大丈夫。私ってこう見えて、実はダンスの次にお裁縫が得意なの。お、ギャルっぽいのに。そういう意外な女子力いいよね。私はね、できんのよね。縫い物。ボタンつけるぐらいならできるけど。死んだおばあちゃんがお嫁に行く時のためにって、一から仕込んでくれたのよ。背中に傷。まあ、そんなとこまでは別に、書かれてないか。王様との間に何があったか知らないけど、人を恨んでも仕方がないからね。まずはきちんとお話をしてみなさい。デルカダール王のテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。行っといで。でもね、喧嘩はするんじゃないよ。デルカダール王はあれよね、その胎児がどうのこうのとかいろいろなる直前ぐらいに、なんか魔物に乗っ取られとったよね。魔物に乗っ取られて、なんか攻撃してきよったよね。アイナ、長旅で疲れてるでしょ。よかったらそこのテントで休んでいってね。私たちも使ってるテントだから綺麗じゃないし、少し狭いけど、ゆっくり眠れば疲れが取れるわ。どれのこと？そこのテントって。これ？朝が来た、朝が来た。我らを照らす明日への光。
デルカダールでは有名な歌の一節なのですが、朝が来ることのないこの最後の砦には必要のない歌でしたね。まあ最後の砦だけじゃないけどね、朝が来てないの。あ、でも食べ物は美味しそうやね。いや、いつも思うよ、なんかこういうパンとチーズいいよね。ハイジとかでもあるけど、あれがめちゃくちゃ美味しそうに見えるんだ。このテントの裏の川に桟橋があるんだが、そこに気になる女の子がいるんだ。どうやらその子は身寄りがないらしくてな、一人ぽっちで桟橋に座って一日中ぼーっと川を見てるんだ。きっと辛いことがあったに違いない。俺は仕事で話し相手になってやれないから、よかったら声をかけてやってくれよな。今声かけれるんじゃね？何もしてないやん。食事の準備とか？まあでもおじさんが話しかけたら、あれか、事件みたいな扱いになるかもしれんけん。く、いけんかった、こっちから。こっちから回っていくしか。あ、あれか？てか横でめちゃくちゃ光輝きよるのが気になる。汚れた包帯。私、帰るお家がないの。大尉様が起こした日に、家族も友達もいなくなっちゃった。セイシェルやって。なんかさ、昔の歌ってやたらセイシェルって言葉出てこん？お兄ちゃん、私これからどうしたらいいのかな？なんかあの90年代ぐらいの歌。どうしたらいいと言われてもね。でもちゃんと名前がある子ってことは、何かしらストーリーに関係してくる子なんだろうか。なんかサブクエでも起こるんかなと思ったけど、別に何も起こらんかったね。そのうちなんか関係ある話が現れたりしそう。世界に突如として降りかかる困難。こんな時こそ近くてよかったゴールド銀行。あなたのお金はバッチリ安全です。あ、ゴールド銀行。いや、大丈夫です。はい、そのまま預かっててください。砦のテントはどこもいっぱいで、空いているのはこのテントだけなのです。ここを宿屋の代わりにしてください。本当はお金などいただきたくないけれど、このご時世ではそうも言っていられません。砦のためと思って寄付をお願いいたします。でもさ、こういうのってどうなん？世界中がこういう事態なわけやん。お金で買えるものとかあるの？お金、なんか逆に必要なんかなーって思うけど、お金あってもなんか、ね。でもやっぱお金は必要なんか、よくわからねえ。で、この村の中央って言ったっけ？こっちの方か。今は何時でここはどこなのか。太陽が昇らないんじゃ、朝も夜もわからない。このまま真っ暗闇が続いたら、自分が誰かもわからなくなって、最後は夜の住人になってしまいそうだ。夜の住人とは。ん、カップルかい？勇者様ったら噂よりいい男。なんか、なんか、軽い感じだね。おいおい、君の彼氏は俺だぜ。チェ、まったく嫌になっちゃうよな。こんなすさんだ世界でもこういうカップルがいるのね。ちょっと安心するけど。ん？赤ちゃん抱いてる？この子はね、胎児が地に落ちた日に、デルカダールのジョーク町で泣いていたのさ。私がこの子を拾ったのは奇跡だと思ったよ。あ、実の子供じゃないの？家は焼けてしまっていたけれど、お母さんが身を挺して守ったおかげで、この子だけは無事だったんだよ。早く名前をつけてやりたいけれど、いい名が浮かばなくってね。どうしようか考えているんだよ。あ、お母さんは何？そばで死んどったとかそういうこと？辛い。いやいやね、そういうの。この辺は？あ、なんかすごい。は、何？人がおったしかも全然見えてなかったわ。え、これ。神じゃないの？違うの？めちゃ似てない？あのね、このおじちゃんはおっかない顔をしてるけど、本当はとっても優しいのよ。お空が元通りになったら、私が飼ってた猫ちゃんも見つけてくれるって約束したのよ。猫ちゃん、無事かな？無事やといいね。俺は巷で有名なスリだったんだ。野宿してるバカな奴らから金をたんまりいただいたのさ。だけど俺はもう悪いことはしねえよ。今は心を入れ替えて、親を亡くした子供の親代わりをするのさ。まあね、自分も大変やし、周りも大変やし、スリって言ってもね、持ってる人なんかおらんやろな、もん。ワイングラスより重たいものを持ったことのなかった貴族のわしが、なぜ農作業をせねばならんのじゃ。金なら好きなだけやるから、わしの代わりに誰かクワを持て。もう農作業はうんざりじゃ。金あるんや、ちゃんと。なくなってないんやね。
てか農作業そんな場所で、めっちゃ微妙な場所じゃない？今からそこに畑作るんかな。グレイグ将軍とホメロス将軍はよ、デルカダールの紋章にちなんで二人合わせて相当のわしと呼ばれててよ。グレイグか、なるほど、やっと名前が出てきたよ。二人は俺たちの憧れだったのによ。かっこいいホメロス将軍は一体どこに行っちまったんだろうな。将軍、ホメロス将軍、寂しいよ。きっちりしろよ。これチーズかな。すげえな。やっぱ塊のチーズってすごいよね。めっちゃ美味しそうに見えるよね。なんかすごいシンプルなんやけど。将軍ホメロス様は命の大事が落ちた日から行方不明になられてそうじゃ。一体あの時何があったのやら。あらあら、貴族の私は噂話なんだしませんでした。ごほん。おほほほほほほ。身分とか関係なく、女の人は噂話が好きよね。だって、小中学生とかさ、それぐらいでも女子ってやっぱ噂話好きやもんね。恐ろしい噂を聞いたんだよ。なんでもデルカダール王は魔物に体を乗っ取られたとか。おっとやだよお兄さん。人の会話を盗み聞きなんてお人が悪い。あっちへ行ってくれ。あっちへ行けと言われてしまったよ。え、で、デルカダール王、まあもう大丈夫ってことやね。今の言い方やったら。よっ。どこっすかね。あゆな、よく帰ってきてくれた。何も知らずにお主を送り出してしまった愚かなわしを許しておくれ。何？何も知らずにって。デルカダールのお城では、英雄殿がわしらを気にかけてくれたおかげで、乱暴に扱われることはなかったが、大樹が落ちたあの日の混乱で、みんなバラバラになってしもうて、気がつけば石の村人はこれだけじゃ。てか、石の村人がどれかよくわからんのよね。なんか、大陸中から人集まっとるっていうし。なぜこんなことになったのかの。大地の精霊様はどこにおられるのじゃ。わしらは見放されてしまったのかの。あれかな、最初の旅立ちの時の段階のこと言いよんかな。その送り出してしまってみたいな。おいらかくれんぼが大好きで、大地が起こした日も仲間とかくれんぼしてたんだ。あの日はおいらが鬼だったから、いっぱいいっぱい探したんだけど、誰も見つけてあげられなかった。おいらがもっと頑張れば仲間を見つけてあげられたかな。え、じゃあこの子以外の仲間は全員ってこと？つらいや、永遠のかくれんぼやん。闇と一緒にこの大陸にやってきたものはなんだかお化けみたいな格好で、気味の悪い奴らばかりなんだ。お化けみたいな格好？命の大樹が地に落ちた日に死んじまった人間や動物の魂が魔物に変えられちまってるって噂だぜ。え、どんどん増えていくんじゃないのかそれは。あ、これじゃね？そのサラサラヘアは、もしや神の兄貴の連れの人。サラサラヘアで覚えんなよ。私のこと覚えてるかな？神の兄貴の弟分のデクだよ。覚えてますとも。それにしたって驚いたよ。あの後風の噂で聞いたんだけど、お兄さんは伝説の勇者だったんだってね。勇者を旅の連れにするなんて、さすがは神の兄貴だよ。男の器の大きさが他と違うよ。あ、そうだ。神の兄貴はどこにいるんだい？元気にしているよね。知らんけどきっと元気だと思うよ。嘘を言わなくてもいいのよ。一緒にいないってことは兄貴の身に何かあったんだよね。でも大丈夫、神の兄貴はこれでへこたれるほど弱いじゃないよ。私は兄貴を信じてるよ。お兄さんこそ一人旅は大変でしょ。私の店で必要なものを買っていきなよ。みんなあれよね、心配してるようなことを言いつつ金を稼ごうとする。たくましいよね。お、子供たち。でっかい爆発が起きて、一人ぽっちで泣いてた隊に、声をかけてくれたのがマノロだったの。そういうマノロは今の子かな。あたいはもう一人ぽっちじゃないんだって、そう思ったらなんだか勇気が湧いてきて、最後の砦まで逃げることができたの。それからはマノロが一緒に遊んでくれるし、砦の人たちも親切にしてくれるの。あたい諦めなくて本当に良かったわ。この子か？お、本当に本当にアイラなんだね。オイラ、アイノはきっと帰ってくるってずっと信じたんだ。お帰り。あの爆発の時、すごく怖かったけど、アイラに助けられた時のことを思い出して、なんだか勇気が湧いてきたんだ。だから怪我した人の手助けができたんだよ。これでオイラもアイラに一歩近づけたと思うんだ。えへん。偉いね、成長してるよ。あ、これが教会の代わりってことやね。なるほど。で、村の中央とは一体どこかしら。こっちか。
あ、これ出ていくね。これは出ていくね。で、村の中心がわからないんだが。あれか？二つ旗が立っ、なんか旗いっぱいある。めちゃくちゃいっぱいあるんやけど、旗。でもこれかな。今夜は冷えるぞ。そんな情報が欲しいわけじゃねえんだよ。これじゃね？なんか見張り立っとるし。ほらほら、おるおる。お待ちしておりました、ユイス様。こちら、デルカダール王のテントです。デルカダール王は先ほど目を覚まされ、あなたが戻りになったと知ると、すぐにお会いしたいと申しておりました。じゃ、それを伝達しに来いよ。伝えに来いよ、誰か。どうも。お久しぶり。無事だったよ。たくましいけんね。わしは、一旦魚になったけど、ちょっと。恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日から。なんか、老視点で見たら、ねえ、私が生まれた日はめちゃくちゃ幸せ、ハッピーで包まれとったけど。何も思い出せぬが、旅にも、そなたにも、本当に申し訳ないことをした。あの時は気絶、最後気絶してもうそのまんまやったんやっけ？許してくれとは。あれ以来これが初の対面？この号は、民たちを守ることで返していくつもりだ。うんうん。そなたは、大樹での出来事を覚えておるか？まあ、軽くは。はい。そうか。わしは、何も思い出せぬのだ。ただ、うん、あそこで戦ったよね。わしに取り付いていた何者かが抜けていったような。何が取り付いてたのかちょっと覚えてないけど。目が覚めた時にはこの砦に運ばれた後であった。の、ちゃんと避難させてくれたんやね。一つだけ聞かせてくれ。我が娘マルティナは生きておるか。マルティナってデルカダール王の娘やったんやっけ。もうなんかいろんな情報を覚えてなさすぎて。はい、生きてますよ、きっと。そうか。そこは選択しないんやね。報告いたします。英雄の帰還です。お、帰ってきた、帰ってきた。逃げ遅れていた民を救い出したようです。あ、あれか、なんか教会かなんかで。さて、一人で助け求めようった女の子。我らの英雄殿がお帰りか。望まぬことやもしれぬが、そなたもあやつを出迎えてやってくれ。え、でもそこはあれじゃない？バラバラになる直前まで一緒におったよね。え、おらんかったっけ？なんかそんな憎むようなことなかった？なんかさっき名前聞いたけど全然覚えてないや。誰でしたっけ？どこ？英雄のお帰り。もうすぐ英雄殿が帰還するぞ。早いとこ砦の入り口に行かなきゃ、英雄入手を見逃してまうぜ。どこかな？お、集まってる集まってる。おー、久々だね。どうも。生きていたのか。生きてたよ。死んでると思った？お、王様、結構早く来たな。よくぞ戻ったな、グレイグ。して成果は？やっぱ身長高いな。デルカダール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。おいよ、民たちを安全な場所へ。何？今度は何が起きるの？みんな聞け！じき魔物どもが来る！戦いに備えよ！え、マジで？かがり火をたけ！ここで攻めてくる感じ？え、で、救ってきたその人たちはどこに？悪く思わないでくれ。グレーグほどの男でも、未だこれまでのことを整理できておらん。ん？グレーグも敵側におったっけ？近頃のあやつは、まるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上、あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む。そなたの力を貸してやってくれ。もうそれはもちろん。こっちが原因なとこもあるしね。はい、今夜の戦いをしのげば勝機は我らにある。マジで？何を根拠に？準備を整え、砦の外に向かうのじゃ。頼んだぞ。何かしらあと1日2日ぐらいで整うような何かがあるってことかな。
今夜さえしのげたら何かしら何かしらあるということなんだろう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか最後の砦になってからでかくなったんかなって思ったけど、でもね、あのマップで見て一番下に神の砦があったってことは元からこの大きさってことよね。え、石の村でかくねこんな迷うほどやった？いやー、迷うわ。